高須克也委員長、杉田美桜は整形していないと太鼓判。現在、自民党の杉田美桜議員が整形してるんじゃないかと誹謗中傷されております。それに対して高須委員長がツイッターにて、杉田美桜先生が整形疑惑で攻撃されてるんだって。整形してません。高須克也、太鼓判なうと発言し、 整形疑惑を美容整形の医者である高須委員長が全否定いたしましたこの杉田議員に関してはさまざまな問題に真正面から切り込む方であり中国や韓国を批判しているため LGBT 関連で失言があったとされ さまざまな誹謗・中傷、言論弾圧に合っているようなんですが、そもそも LGBT に関する発言は、今後差別が起きないようにと、事実を指摘しただけのものであり、何の問題もないものであります。また、LGBT の当事者の方々が、別に何と思ってませんと、その通りですと、全く批判をしていないのに。 日本国内の左翼左派、彼らには愛国心がございませんので、売国度と呼ばさせていただきますが、そういった存在が杉田議員を誹謗中傷してしまっております。私は別に、政権動向ですね、悪いことだとは思いませんけども、政形がダメだというのであれば、ある特定の地域では、政形の流行顔があるくらいなんですけども、そういった地域を 外国度の皆様は全否定することになってしまうんですが、理解されているんでしょうか政治家になるにあたって顔も重要だということで、多少整形をして議員になっている方、国会議員だけじゃなくて、地方議会にもいるんじゃないかと思いますが、本当にですね、杉田議員に関しては、 もう全くの誹謗中傷デマがずっと垂れ流されており、かわいそうだと、本当にかわいそうだと思います。国民のために、日本のために、仕事をしているだけで、このような誹謗中傷言論弾圧に合う、よっぽど杉田議員がやっている活動が、国内の売国度にとって、売国度にとってですね、 都合が悪いという証明でありますので、皆様、今後も杉田議員を応援していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。